日本と中国、韓国、北朝鮮で争われるサッカーの東アジア E1 選手権の開幕を前に6日、東京都内で4チームの女子代表監督の記者会見が行。バレー、女子日本代表、なでしこジャパンの高倉麻子監督は、簡単な試合は一つもないが、優勝を目指して試合に臨む、と抱負を口にした。特例で入国が認められて5日に来日した北朝鮮のキム・グアン・ミン監督も参加。会見では報道陣に対し、競技以外の質問を控えるよう、指示が出される中、キム監督は、目標は優勝。3戦全勝を狙っている、と3連覇に向けて自信を見せた。同選手権の女子大会は8日に開幕。日本は同日に韓国、11日に中国、15日に北朝鮮と千葉市の福田電子アリーナで対戦する。